どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していこうと思います。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングはですね、もうすごいヴィンテージ曲です。でもほっこりして今とってもこう意味がある一曲になっていると思います。こちらの曲です。ドーン、憧れのハワイ航路です。岡春夫さんが歌って有名ですけど、いろんな方がもうカバーされてて、これ一回ぐらいは皆さんメロディー聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけどね。このほっこりした優しい曲、憧れのハワイ航路ですか。今本当このいろいろコロちゃんとか出てきてですね、もうハワイに行くのがもう憧れの存在にまたなってしまった。この曲今ね響きますから、思いっきり感情を込めて歌っていきましょう。もちろんこの有名曲ですからね、ガズレレ YouTube チャンネルで過去に1回取り上げてます。2017年でやっていたんで、もうね 5,6 年前なんですけど、今見るとちょっと分かりづらくて、もうちょっとなと思うんで、2022年バージョンとしてさらに分かりやすく、さらにかっこよく、さらに簡単になって再登場です。はい、いつものように2バージョンでやっていこうと思います。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、ゆっくりやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはちょっとノリのいいビートに、あのキメのね、あのね、ダッタタタタタってちょっとマーチっぽい感じをちょっと取り入れたかっこいいバージョン、これまた楽しんでぜひやっていきましょう。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めよう。音楽って聞くのも最高ですけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけどなかなかチャンスがなくてという方とか、楽器に挑戦したことあるんだけどもう難しくてという方がですね、あっという間にこのちっちゃいウクレレでこう弾いて歌う弾き語りができるよというプログラム、ガズレレオリジナルのプログラムがあるんです。これを見てですね、今も全世界中の方が何十万人もねガズレレで音楽始めてくれてます。めちゃくちゃ簡単で分かりやすくて楽しくて、どんどん上達できるというやつです。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここら辺に貼り付けておきます。ここに後でジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけであっという間に皆さんもすぐできますからね。これはですね、あの大先輩方、シルバー世代、おじいちゃんおばあちゃんでも本当に簡単にすぐできるようなやり方になってますんで、ぜひ始めていきましょう。 YouTube 動画ですから無料ですからね、どんどんやっていきましょう。はい、それではこのプログラムのリンクここに貼り付けますよ。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1800曲ぐらいもアップロードされていると思います。皆さん好きな曲必ずあると思いますよ。今日みたいな昭和のヴィンテージ曲もたっぷり取り上げてます。他にもどんな曲があるかな、ここでちょっといろいろ見てみてください。リンク貼り付けておきます。それでは早速やっていきましょう。憧れのハワイ航路、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみます。1, 2, 3, 4。 晴れた空、そよぐ風、みんなと出る音をドラの音楽しわかれてプーンを笑顔できれば、あのホノルルの
せーの、憧れのハワイ航路ガゼレレ流シンプルカットバージョンやってました。いやーいいですね。もう景色が思い浮かびます。この頃は船で行ってたっていう感じですよね。船で行ったらすごいこれ時間かかりそうです。クルーズ船の旅になるのかなとか思いながら、そんなこう当時のねこの景色をねこう思い浮かべながらね、あのハワイの空気感をちょっとこう妄想しながら、憧れのハワイですけどね、演奏するのがいいと思います。はい、一応これフルコーラスのバージョンで1番2番3番やったんですけど、あの前奏とか間奏とかをちょっとショートカットバージョンにさせていただいて、歌の部分だけというオリジナルアレンジでやらせていただいております。今のシンプル簡単バージョンに合わせて練習スタートしてください。歌詞とコード出てますからね。でね、1個目のゴール設定としては今のシンプル簡単バージョンのカズさんと一緒に、できるように演奏できるようになったら1個目のゴール達成でいいと思います。そこまでまず頑張りましょう。でもうね、1個目のゴール達成されて、一緒にできるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで歌って、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部覚えちゃうというのは難しいでしょうかな。最初は楽譜的なものを見て、その楽譜を何回も見ながら自分の中に落とし込んで練習していって、最後はね、覚えちゃって。それこそ海を見ながらこの曲歌うといいと思いますよ。はい。そんな感じで練習していくのがいいと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるのと思うかもしれないんですけど、安心してください。今のね、ガズの演奏はですね、今自分でガズが書いた、このノートを見ながら演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風に画面に大きく映して、みんなもこんな風に書いたらいいよということをシェアしようと思うんですけど、今とってもいいサービス始まってます。これです。ドン。ガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げた憧れのハワイコールを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大のノート楽譜のもうストックがあるんですよ。その中から皆さん毎月5曲、この曲いいな、やってみたいなという曲をもう5曲お選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、もちろん全てのね、この楽譜、全部 YouTube に連動してますからね、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも、毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しむの、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのここの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中でガズラジというラジオ放送やってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですねチェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは楽譜を見ていきましょう。憧れのハワイ航路、はい、岡春夫さんが歌っておられて有名でございます。はい、2022年改訂版ですね。もう2022年です。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、いきなり歌から入ります。すっごいシンプルなんで、もう説明の、必要もないと思うんですけどね。入門コード4つですから、これは嬉しいやつですよ。はい。こうやって写しとくので、皆さん、一時停止でメモとかノートを書き出して練習していってください。それかさっき、解説させてもらったガズクラブで、この今写ってるノートの楽譜そのものをお手元にダウンロードしてすぐに練習に入っていくのもすごくいいと思います。ガズのノートの特徴はこの点ですよ。はー、レタスラ、そう、よく稼い。この点でリズムを測って、これがね、分かってくるとかなり楽しめます。まず1番、ちょっとこんな風に大きく写しておきますんで、メモっていてください。で、ここ、タッタタタタタタって書いてあるんですけど、これ、後半のかっこいいバージョンでは、ここね、ちょっとキメっぽいフレーズを、こんな感じで入れていきます。これがあってかっこいいんですけど、ちょっと難しいです。かっこいいバージョンはね。はい。そんな後で解説していきますからね。で、このコード進行、全く同じで2番、3番なんですけど、ちょっと場所の節約のために、2番と3番ね、この1ブロックがこれちっちゃくなって半分になってますからね。はい。ちょっとご参考までに、これ2番です。ちょっとだから、この辺が詰まってる、言葉が詰まった感じになってますけど、コード進行は1番と全く一緒で、歌詞が変わってるだけでございます。はい、同じように3番を写しておきます。はい。はい。この歌詞ね、常夏のとかね、
小金好きとかなんかもういいですね。はい。で、こういう終わって、C で終わったよというのがガズレーアレンジになっております。はい、じゃあ出てくるコード、やった、嬉しい。入門コード8つ。C と Am と F と G7。これは皆さん、あれですよ。ウクレレ習ったその日に覚える超絶入門コードなんで、これは初心者様でも、おじいちゃんおばあちゃんでもすぐ弾けるやつですからね。キッズも大丈夫。はい。この4つのコード、やっていきましょう。これちょっと解説しようかな。ちょっと一応こう貼っとくけれども。C は一番下の3番目ですよ。はい。Am は一番上の2番目。はい。F はこことここ。はい。2個なんですけど、指立ててくださいよ。はい。で、G7 は人差し指そのままで、こことここの、この三角形。はい。こことこことここですからね。三角形。はい。この入門コード4つで、この曲歌いましょう。これはのんびりしてても、この世界観もね、最高です。まさにウクレレで弾きたい。あ、そうだ。歌詞の中に、本当はね、一人デッキでウクレレ弾けばなんですけど、やっぱここガズレレですから、一人デッキでガズレレ弾けばというふうに、勝手にアレンジさせていただきました。もうここはもうね、お好きな方という感じなんですけど、はい。そんなこともちょっと挟み込みつつですね、この歌どんどん歌っていきましょうということなんですけど、はい、じゃあ、ここからね、かっこいいバージョンの解説に入っていきます。いつもこのタイミングで歌の確認をして、してくださいね、みたいな感じで言ってるんですけど、この曲はですね、やっぱ昭和の曲ってやっぱりね、何がいいかって言ったらですね、歌もシンプルで簡単なんですよね。なんかだからすごくこう、みんなで歌える感じの曲だと思いますね。まあ、それでもね、一応じっくり聴いて、歌詞とか読み込んで、かっこいいバージョンの練習に入っていきましょう。じゃあ、かっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンもコードをまるっきり一緒。入門コードやつ。嬉しいやつですね。リズムでちょっとノリを出していきましょう。今日出てくるリズムはこちらです。どう？基本的には8ビートのチャというリズムで全部いこうと思うんですけど、今日のこの8ビートのチャはちょっと跳ねてる感じのシャッフルの要素が入った方がいいかなというふうに思います。あとそれとちょっとさっきの決めのところで、まあ、ちょっとだけカッティングの要素も入っているんで、ちょっとここにも書いておきましたけれども、はい。今映ってるこの、弾き方、ここにちょっとリンク貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの、でございまして、そこにですね、それぞれの濃厚解説レッスン動画もそれぞれの弾き方の、ね、アップロードされておりますので、じっくり見てやってみてください。この8ビートのチャットのはですね、ガズレレでは超基本になっておりますので、まずねこの8ビートのチャはね、遅かれ早かれマスターしてほしいなと思うんですけど、今日さっき言ったみたいにちょっとリズム跳ねてるリズムにするのがポイントだと思います。ちょっと C だけやってみると、ダンタッツタタッカタンちょっと跳ねてるリズム。普通のリズムだと、ダンダダンチャダンチャダダ、これ跳ねてないリズム。跳ねてるリズムだと、ダンチャッタツッチャッタンチャッ、跳ねてるリズムっていうのはこれシャッフルっていうんですけど、体をねこうよいしょでこう体でこうウキウキするリズムを作っていくっていうのが大事だと思います。この辺のニュアンスがね結構効くと思いますから、はい。これをですね、こう基本的にはこの8ビートルちゃんと跳ねた感じでずっとやっていくんですけど、ね。毎回、遥かな潮路っていうところと、ああ、憧れのハワイ航路、ここのところで、ちょっと独特のね、ちょっとマーチっぽい雰囲気を出したいなと思って、まあ、決めとしてちょっとやってみましょう。望み果てないからちょっと1番のところやってみますね。1,2,3,4 望み果てない。はくるよ、やらなく。はい。ちゃっちゃ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 。これがね、結構簡単に聞こえますけど、難しいですよ。口で言うと、はるかなに、たったたたたた、うん、こんな感じです。ここで、よく見て左手。カッティングって音が止まってるんですよ。たったたたたた、ミスったと。ここでカッティングが出てきます。これがですね、結構やってみると分かりますけど、難しいです。これね、急にね、ノリがね、3連になるんですよね。たたたたたたた、みたいな感じになるから。こんな感じですね。もう一回、望み果てない遥かな少年ね、はい。でここでここのところでは、あーってこれあーって言葉が入ってサビに入っていきます。でそこからサビに入っていったその一番最後のところでも同じような感じで入っていくんですけど、ちょっとねじゃあ望み果てないからその最後のサビの最後までやってみます。せーの、さん、はい。望み果てない遥かな少年、ああ憧れの次もくれよところ、ダンダン、最後に出てきた方はタッタタタタタダンまでやろうかと思ってますね。
こんな感じ。ダスタダダダダバーンみたいなイメージですね。もう一回ちょっとやってみよう。望み果てない遥かな尻尾で、ああ憧れの可愛い。次くるよ。心波の今の分かった、ちょっとの差ですけど、1回目はダッタダダダダ止まる、で最後サビの最後はダッタダダダダダーン、こんな感じでございます。はい、ここがですね、唯一出てくるこう決めというかね、特徴的なリズムなんですけど、これはですね、ちょっとやってみてもらったら分かりますけど、ね、難しいんですよ、結構。ノリが変わるんでね、ジャンジャッジャンジャジャッカチャッチャ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 なんで、リズムキープするのが結構難しい。しかも、地味にカッティングですかね。はい、ピシッと止まる方がかっこいいんですけど、ちょっとカッティング難しいなという方は、こんなんでもいいと思いますけど、ね、まずこのジャンジャ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 ンっていうのをちょっと手首柔らかく使ってですね、結構スピードありますんで、しなやかにやってみてください。この辺がちょっとこう、なんつうのかな、昭和のヴィンテージ感があるというかね、なんかこう、可愛らしい感じもありつつ、はい、やっていきましょう。はい、それで全体的な演奏はこういう感じでもう淡々と進んでいくんですけど、やっぱりこの、さっきも言ったけどさ、この歌詞がなんかでもほんわかして、なんかすごい贅沢ですよね。飛行機で行くんじゃないっぽいもんね。船でさ、揺られながらさ、もう、すごい時間かかるんじゃないかなと思うけど、まあ、だから、まあ、憧れのハワイ航路だから、もう、そもそもそうだ、船だもんね。はい。そういうなんかこう、イメージ。そして、たどり着く先は、あの、美しいハワイというね。あの頃のハワイはきっと、すごいだろうね。もう、なんか、畑だらけだったんだろうな、と思うんですけどね。そんないろいろ妄想とともに、あの、ゆるいハワイの感覚、ウクレレの音色にきっと合うと思います。はい。楽しんで、体を揺らして演奏していきましょう。それでは、やっていきましょう。憧れのハワイコールガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる憧れのハワイ航路ガズレレ流かっこいいバージョンやってました。やっぱりね、8ビートのチャガのリズムの方がこう柔らかい砕けた感じがしてすごいいいですよね。あとどうだった、これ結構ねリズムキープ難しいんで慌てちゃうんですよ。まあ、ゆっくり落ち着いてこの辺もこうクリアしていくような感じで楽しんで体ごと揺らしてですね、ね、また いけるようになりますから、きっと。そんな願いも込めて一緒に歌っていきましょう。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってくる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。
これがめちゃくちゃ便利な、あの、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン、両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さ、あの、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛、Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社、リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり、ね、簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも、置いてあります。これは、本当におすすめですね。初心者さんは、まずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね、予約注文とか受け付けて、またそれもね、YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、鍵盤楽器、ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもね、ガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。